はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウェブ男子のピヨタです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回エクストラエリア11新地獄の、極卒のたまり場悪鬼羅刹のごとくやっていきたいと思います。いいね、悪鬼羅刹、なんかこう響きがね、響きがかっこいいよね。ね、少年心を忘れてねえ感じ。で、こちらの悪鬼羅刹のごとくなんですけれども、コメントによると、まあ、凄まじい初見殺しみたいな感じで、難しいからこのパーティーで行った方がいいですよというパーティーを教えてもらいました。ということでパーティーはこちら、ドレス純子さん、静葉さんに沖菜さん、その他、いつもはねサポーターが控えにいるんですけれども、今回はまあメインサポーターなし、すべてサブのサポーター。まあいつもと違う点はね、万一なんか防御ダウンのデバフとかを持たせられたらいいよみたいなことが書いてあったんで、そういうことも考えて、短期決戦を決めるという目的で、防御 50% デバフ、まあ一応速度もね下げられますけれども、メインは防御で、CT100 でね、初っ端から行動できる河川さんを入れております。どうなるのかわからないね。そもそも何が出てくるのかもわからない。何なんだろう、悪鬼羅刹っていうぐらいだから、まあ鬼とかそういうやつなんだろうね、字面的にっていう感じです。まあ動き方はね、見りゃ分かる人は分かると思いますけど、静葉さんで属性変換後、沖菜さんでエンハンス攻撃アップ、純子ちゃんでチャージ入りの一撃で吹っ飛ばす、その感じです。そうですね、その他は一応裏方の方はチャージを気にしつつも攻撃アップ陣営、速度はちょっと無視、一応、結界 100% は貼れるようにはしております。では行きましょう。極卒のたまり場悪鬼羅刹のごとく難易度ルナティックスタートです。まあでも難しいってどういうことなんだろう、レベル84なんでそこまで難しい気はしないんですけれどもね、見た目がでかいね。なんだ、灰王が TP 調剤力225の単体攻撃の防御 20% 減少で、チャージが 180% で CT ダメージ 90% 防御、ゴルゴンさんが CT0 技が、威力22の全体で速度 10% ダウンで、 TP チャージ力180の単体攻撃 HP が少ないほどの攻撃力、 CT ダメージ 90% 防御。ハイオーガさんは同じですね。でイフリータさんが TP 2技威力180、貫通攻撃の自分の HP が少ないほどの攻撃力で、クリアランス持ちの、CT ダメージ 90% 防御。待って、全員 CT ダメージ 90% 防御持ちなの。なるほど。で配置はた、これ貫通か、静香さん確か属性変換貫通だよね。あ、そうですね、貫通攻撃ちょうどいい。よし、じゃあ当初の予定通り変更なしでいきましょう。イフリータさんにはデバフをかけます。本来は属性、いやでも別に属性変換前あとは気にしなくていいか。先に上げるべきは静葉さんと沖菜さんの二方なんで、それに合わせてですけれども、河川さんを攻撃しとこうか。一応攻防上昇かけましても、その後のね、スクナちゃんの攻撃が少しでも入ってくれるように防御ダウンデバフ、ついでに攻撃されると、属性はね変換できても技の属性は変わらないんで、それを踏まえての速度ダウンのデバフで入れ替えましょう。でスクナちゃんを出して、もっと大きく流れ攻撃アップからの視点に寸法し全体攻撃、ゴルゴンにいいダメージが入る。でもレベル自体はね低めに設定されてるんで、敵のこのダメージ見る限りはワンパンラインな気がしますね。準備さえしてれば、準備さえしてればという、制限付きではありますけれどもね、それが分かればでかい。さあこれで結界が 100% 張れた、メインメンバーは一撃で落ちることはないでしょう。
ホンダやゴルゴーンさんの全体攻撃で一発で結界が外れてしまうこと。なんでゴルゴーンさんが動く前には先にね動いておく必要がありますね。ジュンコちゃんは速度バフ、沖縄さんでかけるとはいえね、今素の速度がちょっと遅めなんで先制取れるようにしておきたいっていうのが本音。 CT 削りは効かないし、デバフが効いてるのも、イフリータさんだけなんでね。とりあえずどうしよっか。とりあえずまあバフがかかってるスクナちゃんに交代して、いや待って、交代してっていう必要はないな。どうしよう、デバフが他にかけられるキャラクター、あでも炸裂で速度下げられるんだったらスクナちゃんのこれで速度下げれば確実じゃね。交互減少かけましょう。もうここまで来ればね確実だよ。トワイライトガーデンの貫通攻撃でイフリータさんとゴルゴンさんを変換で、その後、速度デバフをここにかけて、ね、もうこれで完全に安泰ですね。速度バフジュンコちゃん、攻撃バフジュンコちゃんからの属性エンハンスもジュンコちゃん、いたせりつくせりね、介護プレイみたい。アナーキーバルトヘルからの、さあドレスを身にまとったジュンコちゃんがチャージを 300% まで貯めます。貯めた後もう1回でね、てか一番下の技名よく見るとすげえな。袋のネズミを追い詰めるための純粋な弾幕長、なんか正式名称あんのかな。殺意の百合っていうのもなんかそれはそれですごいけどな。とりあえず全体攻撃上のやつで一掃できるか、ワンパンラインに届いてくれように。うるさい、重なっているけどもね、とてつもなくうるさい。ほぼほぼね BGM とかが聞こえない僕ですらゴゴゴゴゴって聞こえるレベルってね、多分相当うるさい。で、報酬はゴールドエッグが9個よかった。最近ちょこちょこね使ってないんで増えてはいますけれども、あとはブレードナックル一つですけれども、すごいな。新地獄街道が開放、とりあえず新地獄街道、どう見ても街道というよりかはステージの構造を見る限りは城だね、お屋敷とか城とかだね。とりあえずこちらの道中やりましょうか。ホットリバーティー探しの、このパーティー以外になかったっけ、ホットリバーティー。そう、まあいっか、じゃあこのパーティーで行きましょうか。それでは雑談パートがてら、こちらの新地獄街道行きましょう。新地獄街道道中難易度ルナティック、ついでの雑談パートスタートです。と、はい、それではもう雑談パートを始めましょう。と言ってもね、と言ってもまあ雑談パートなんでね、適当なことを話すだけなんですけれども、まあまあまあ雑談パートにね、身を求めるような内容はしておかないと、今から喋るような適当さがね緩和できなさそうなんで、とりあえずまあ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 オブラートに5、6枚包んだレベルでね話していきますよ。はい、まあそんな感じなんですけれども、まあ話すとしたらここ数日で起こることですかね。まあそんな大層なことではなく、そろそろ、現在がね、現在の日時が12月の23日の現在がだいたい深夜2時36分になってるんですけれども、まあそろそろクリスマスと、もういくつ寝るとクリスマスとなっております。はい、だからなんだというとね、街もねイルミネーションに彩られてクリスマスも近いという中で、皆さんはどうやってクリスマスを過ごすかというね、話です。まあ、彼女と一緒に過ごす者もいれば、まあ、あるいはね、彼氏と一緒に過ごす人もいるかもしれません、この
動画の視聴者さんの中に女性が少ないのは、まあ、はっきり知ってるんですけれども、出てくるんですよ、割合。で、そんな感じでね、過ごしているというのもありますけれども、僕はおそらく、家でね、学校から出された課題をヒーンってやりながら、寂しいクリスマスを過ごすと思います。はい。で、そんな感じなんですけれども、まあちょっと軽くね、今話題にも出てきた、YouTube のシステム的な感じのもので、現在のね、動画の視聴者層がどうなってるか軽く話したいと思います。まあ、現在ね、すごいですよ。何がすごいかっていうと、まあ男性女性の比率が凄まじい。その YouTube とかを見る男性が圧倒的に多いっていうのもそうなんでしょうけども、こう実況とかを見るのが、女性も見る人はいると思いますけれどもね、圧倒的に男性が多い。それもそうなんですけれども、なぜか知らないですけれども、僕のこの動画の中にね、60歳以上が 3.7% ぐらいいるのがね、謎なんですよ。なんですかねっていう。ありがとうございます。ね、孫を見るような感じでね、これからも見てくださると思います。年齢多少な気がする。というね、裏事情でした。はい、ステージクリアです。相も変わらず雑ですね。いいんだ、雑談っていうぐらいなんだから雑なんだよ。言っても雑っていう漢字が使われている雑木林が雑かと言われたら、丁寧に人の手が入られたやつでもありますけれどもね。まあ雑な感じだからといって雑ではないか。はい、まあ。はい、終わりです。ここまでのご視聴ありがとうございました。僕の当面の目標はね、来年の目標でもありますけれどもね、こういう雑談パートの会話をうまくするという目標を持ってやりたいと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。